相田浩司屋です。287万台のライカ M 用のズミルックス 35-14 ですね。純正のフードがついてます。キャップはないですね。フィルターもついてます。まあこれつけるとかっこいいですね、やっぱりね。フードは12504です。金属製のフードで非常に作りがよろしいですね。これは凝ってまして、ここ取り外します。でこの間にシリーズフィルターといいまして、ネジの切ってないフィルターを落とし込むというタイプのフードになります。フィルターもこれ純正ですね、がついてます。結構前玉の曲率も高いので、普通のフィルターつけると当たる可能性ありますのでね、純正の方がいいと思います。外観まずまず綺麗と言ってもいいレベルだと思います。まあもちろん使用感あります。新品同様って感じではないです。ヘリコイドなど問題ないですね。絞りが多少こうガチャガチャするのは、これはこの時代、まあ大体こんなもんです。絞りもまあ綺麗な方でしょう。カナダ製ですね。球面のズミルックス、リアキャップはありますが前のキャップはないです。外観そんな悪くないと思います。レンズ、まあ、後玉はもう出てますので、このガードがついてます。これが M8 だとなんかどっかに当たりますね。ですので無限までいかない個体があります。全部がそうではないらしいんですけど、 M8 だと当たるのがあるのでご了承ください。あのライカジャパンへ出すと直してくれるというか、こういうとこ削ってくれるらしいです。レンズもこのように普通に見てる限りは多少ホコリが入ってるぐらいで、まあホコリがポツッと見えますね。それほど汚いとか悪い状態には見えません。普通というか、まあまあまあですね。ペンライトで照らせばやっぱり多少汚れとかホコリですね、あとすれ、拭きすれなどは見えると思いますが、見えますね。ただまあこれ古いライツのレンズにしては十分いけてる方だと思います。まあどんなレンズでもこのペンライトで見ますとね、結構汚いのが多いですが、これまずまず表面がちょっとプツプツというか擦れてる感じは多少ありますかね。ただまあこんなことして見なければ、普通に見てればどうってことない、まずまずの状態です。まあペンライトで見るとまあ大体嫌がられますので、あまりしない方がいいかと思いますが、店頭でね見てますとね、まあ、大体綺麗なものはないので買えなくなってしまいますけどね。まあ使う分には十分いけると思います。